さん、すみません、またご足労いただきまして。とんでもないです、よろしくお願いします。宮本さん、すごいですよ、 YouTube 界でなんか人気みたいですよ、チャンネル持ってないのに。チャンネル持たないよ、めんどくさいから。チャンネル持ってないね、こんな人います？なんか行った先々でこうやってちゃんとね、たくさん見てもらえるようになる人、珍しい方だと思いますけどね。まあ多少はね、はい、そのちゃんと回ってるかなって、最初の画像だけ見る、うん、サムネイルってやつですね、サムネイルのあそこの画像ね。そう、ただこうなんかゲストで行くときに、うん、あまりお伺いしないようなことをちょっとお話をしていきたいね。いつもゲストで行くと宮本さんのことばっかりお話を聞かれるじゃないですか、まあ、そうだね、うん、じゃなくて宮本さんのこう今までいろんな出会った方との思い出話をちょっと忘れられない話としてちょっとお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。やっぱり宮本さんって言ったらね、やっぱ本も一緒に出されてますし、もう師匠と言ってもいいのかと思うんですけど、今日野村監督のお話をね、おじいちゃんね、おじいちゃんって公に言えるようになったのいつからですか？まあでも辞めてから、いや監督じゃ言えないよ、はい、おじいちゃんとは言えないけどでもメディア通して言えるようになるのもあるじゃないですか、タイミングは。あ、まあでもやっぱり辞めてからじゃない、ご挨拶とかちゃんと年賀状とかもちゃんとずっと出し続ける。それももちろん年賀状とお中元お歳暮。すごいよな。お中元お歳暮は、はい、甘いものね。あ、そうなんですか。好きだから。ね、もともと金唾が好きなの、はい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 、野村監督、はい、で大阪遠征の時なんかバスで金唾が後ろに回ってくるぐらい差し入れが野村監督のところに来て、うん、であんまり食いたくないけど若いやつ食えみたいになるから、はい、俺はあんまり金唾好きじゃないんだよねでなんか噂では奥様がどういうもの送ってくるかチェックするという、そりゃそうですよね、噂を聞いたので。そりゃそうでしょう。まあだからその普通にね、お茶とかよりかはまあ好きなものっていうところで甘いものを送ってたみたいね。なるほど、うん、でもやっぱりお世話になってるというか今の宮本さんあるのはやっぱり野村監督のおかげ。いや、もちろんそうですよね。まあもう当然そのアマチュアのね、はい、指導者の方にもすごく感謝してるけど、やっぱりそのプロで生きていく上でっていうとやっぱりまあ野村監督のおかげだよね、はい、うんうんうん、初めこうなんかこうレギュラーな野村監督に気に入られたきっかけというかなんかありました？なんかこれでチャンスつかんだなっていうような。まあそれ骨折した時かな。骨折、うん、2年目のね開幕してすぐぐらいの時に試合出始めて、はい、まあここの手首の下のところデッドボールで骨折したんだけど、まあ、相当痛かったんだけど我慢してずっと出てたの、うん、でバットも振れないから、はい、そんでセーフティーバンドしたりとか、あ、まあ、それでもセーフティーバンドしても響くんだよね、はい、ビーンって、はい、走っても響くの、はい、だからまあ多分もしかして折れてるなと思ってたかもし思ったんだけど、はい、要するにその場所を離れたくない、うん、違うやつが出てせっかくもらったチャンスを逃したくない一心で出てたんだけど、はい、もう7回ぐらいでね結構序盤に当たって7回ぐらいで握力がなくなっちゃったのよねボールをこう、はい、これはちょっと迷惑かかるなと思って、うん、ちょっと握力がなくなってきてって言ってすぐ病院行ってこいって言われて病院行ったら、まあ、レントゲンで尺骨という太い骨なんだけど本当にバキッとこうやって折れてたの、はい、で終わってゲームも終わって、はい、検査も終わって監督のトレーナーと監督の部屋行って、はい、折れてましたとって言ったら、お前折れてたのにずっと出てたんかって、お前なかなか根性あるやないか、うん、って言われて、はい、まあ、トレーナーもあんなこと言う人じゃないから、うん、これが治ったらまたチャンスあるぞとっていうところで、はい、まあその時にじゃないのかな。そうっすね。いや、うん、なかなか出れるもん。送球は何回かしてるんですか試合中？ちなみに、うん、ボール回しもね、オマリーはボール回しオマリーは気づくの、気づいてくれてたの。だからファーストでアウトになってボール回しはピッチセカンド、その時セカンドで出てたから、あー、ボール回さずにショートにピッて池山さんに投げてくれるわけよ。うーん、池山さんは何も考えて俺の時まだ返してくる何やってんだよと思って、いてんだよこっちはみたいな。でこうベッて、まあ、軽く投げてもやっぱ振るから痛いんだよね。そりゃそうでしょう、うん、俺でずーっと回すの池山さん、ほんとオマリーは気使ってさねえ、外人選手ができて、ね、池山さんでピューンとかって投げてくるわけよ
何やってんのみたいな、出てて、みたいな。それで骨折どのぐらいで治ったんですか？実質戻ったのは夏ぐらいかな、4月折れて、な7月とかそれぐらい、なんかね、7月頭やったか6月の終わりやったか忘れたけど、金沢かな、どっかの遠征中に池山さんの、はい、もうその時はもう2軍の方で試合出てたの、治って、うんうん、で池山さんのアキレス腱があんままた良くないっていうところで、すぐ来いって言って、はい、バットと荷物全部担いで一人で、はい、で飛行機乗ってで行ってっていう感じ。それからなんとかこうレギュラーを掴んでいって、そう、その時に残りね、大体何試合ぐらいあったんかな、50〜60試合あったんだと思うんだけど、はい、それを全部スタメンで使ってもらって、うん、でまあある程度目処が立ったっていうところで言うと、最後サードの外国ミューレンっていたんだけど、ミューレンが、切られて池山さんがサードに回ってっていう形になったのね。いましたね、うん、宮本さんって野村監督と一緒にプレーしたって4年間になるんですか？そう、4年間。なんかこう意外なイメージ、意外でした。4年っていうのがもっと長くやってるような。そう、だからそれはね、野村監督がそういうふうにおっしゃってくれてたんで、その結局宮本がってよくね、うん、ずっとおっしゃってましたもんね。なんかまあそれも僕もその素直に口に出してたよね、その 4年離れて、うん、その後も野村さんのおかげですっていうのは素直に口に出してたんで、うん、だから可愛かったんじゃない？多分ね。ちなみに阪神に移籍されたじゃないですか、うん、その頃もちゃんとお中元とかお歳暮お送りされてたんですか？送ってた。グラウンドで話することってあったんですか？ほぼない。すれ違った時においって言われるぐらいで、もうほぼない。試合中やっぱ阪神戦はちょっと気にしたりとかされてました？もうで、やっぱりいろんなことを仕掛けられたりする可能性はあるから、でもなんとなくこういう時に作戦を仕掛けてくるとか、うん、だからそのまあ当然裏も書かれることもあったけど、はい、まあそういうのはやっぱ気にはなるよね。俺のことどういうふうに思ってバッテリーは攻めてくるんだろうとか、っていうのもあったから、まあやっぱり気にならないっていうことはないよね、やっぱり。うん、ちなみにこう野村監督が阪神でやってる3年連続最下位だったじゃないですか。うんうん、その頃って宮本さんってどう思ってました？その野村監督がそんな姿になってるの見たことないじゃないですか、今まで。うん、時代には。うん、どういう印象とか、どう。その結局それなりの選手集まらないとなかなか難しい部分もあるし、で結局言うこと聞いてんのかなみたいなところも節々にはあったんで、チーム全体としてはね、そのできなかったのか聞かなかったのかは分かんないよ、それはもちろん。でもそのまあ俺らが体験したことを、まあ例えばキャッチャー立たされてたりとか、説教されてたりとかっていうのは、はい、おおやられてるやられてるみたいな感じでは見てたけど、はい、まあ言っても全く人材がいないところで、っていうふうになると、まあ難しい部分はあるよね。だからそのまあいろいろ噂も聞くじゃない、はい、そのミーティングしてても時計ばっかり気にしてるとかね、選手がね。あ、そんな選手もあんまり。俺らだから言う前から、そんなその後に何かあるなんか全くないから。キャンプそう、ミーティングってキャンプだから、キャンプの時に要するに野村の考え、俺はこういうふうにして野球をやらないといけないと思うよっていうミーティングをするんで、はいはい、だから僕らはもうだってミーティング終わったら夜間練習っていうのがもう全然普通にやられたから、はい、別にそんななんか別に遊びに行くとこもないし、ドッグレースぐらいしかなかったから。ドッグレースぐらいしかなかったですか、今で。まあ俺ら若い時なんかそんな時間もないし、夜間練習して帰ってきたらもうバタン球で、後々聞いたらその、まあ、阪神の選手っていうのはまあキャンプ地にまあ知り合いがたくさんいて食事行ったりとかっていうのがまあ多くて、なかなかとかっていうのはまあ監督もね、テレビとかでよく
言ってましたけどね、まあ、終わってからですけど。ちなみにその後楽天行くじゃないですか、野村監督が、うん、ちょっと応援とかされてたりするんですか。いや応援っていうのはないね、実際ちょっと勝ってほしいなってまでは、うん、どうなるんかなっていうのはやっぱり興味はあったし、実際に俺も4年間だけど、もう4年目の時とかもう怒られすぎて、もう早くやめへんかなって思ってたからあ、そうなんですか。いや本当、あ、そう、もう怒られすぎて、怒られすぎてたんですかその頃そのめちゃくちゃ怒られてましたよ何をいや、そこの今なんかで言うと、はい、試合中にポンとミスした時にそこで言うと萎縮するから言うなっていう風潮がちょっとあるんだよね、うん、でも俺らの時はもうその場で怒られてたから、うん、お前は今どうやったか打席立ってたんだって、はい、何やったんだって怒られるわけよ。なんか一番こう、一番っていうかあれですけど言われた中で、あの反省したというか、あ、これ確かになと思ってるの覚えてるのあります？これ全然編集しながら。いやでもいっぱいあるけど、実際はそのそうだなって思ってやってるのがほとんどなんで、うんうんうん、逆に、うん、っていうのも一個あったんだ。大きい一個、一個、うん。何ですか、1個教えてください。1個はね、はい、まあ、よくその配球のその狙い球とかの絞り方で、打った球と同じ球、ボンダの逆っていう法則があって、要するにこれはね、初球の狙い方なの。例えば前の打席でインコースのストレートをやっつけました、はい、バッター心理としてはもうやっつけたから来ないだろう、だから初球はそれでストライクをポンとキャッチャー取る、ワンストライクを取れる、要するにボンダで例えばインサイド詰まりました、はい、バッター気になるよね、次は詰まりたくない、だから逆の緩い球でストライク取る、なるほど。でそれをね、忠実に守ろうと思ってチャンスで俺はストレートを右中間に三塁だったの、はい、タイムリーヒット、はい、だ次満塁かなんかでまた回ってきたの、打った球と同じ球だと、うん、ということはストレート、うん、もう1、2、3で打ったら変化球をボーンと空振りしたの、はい、で結局その打席三振しちゃって帰ってきたら、はいはい、お前は何やったんだって怒られたわけあれあれあれ、いや、あれ、まっすぐです、はい、お前みたいなヘボバッターでまっすぐ打たれて後悔してるんだよって、変化球狙わんかいじゃあヘボバッターの配球を教えてくださいよって俺はその時思ったのまあそれはそう、そうだからまあ臨機応変にっていうことなんだとは思うんだけどね。だからそこをこう段階ごとにこう求められるものがやっぱちょっと高くなっていく、高くなっていくっていうのはあったと思うんだよ、はい、それかもしかしてその感情で起こったのかもしれないけど、はい、その時はもうじゃあヘボバッターの配球教えてくださいいいみたいな最長でどのぐらいこうあのお説教というかちゃんと注意していただいたっていう、だからチェンジになって次向こうのイニング始まりそう、もう打席が向こうが、待ってる状態で周りコーチが監督もうあのもう守備ですって言って行ってこいとかって、で昔なんか人工芝ね、人工なんか芝薄いわけ、はい、なんかできる、今なんかもう履き替えないけどふかふかだから、はい、金のスパイクから人工芝用のスパイクに、まあ、運動靴に近いようなのに履き替えたいわけ、はい、で打席まで怒られてるから、そのもうこんな薄い芝にスパイクで守りに行くみたいな、すごい守りづらいのやっぱり、はいはいはい、でまあそれしょうがないじゃん、その測る時間ないから、うん、ドワーッドワーッドワーッて行って、でポジション行ってんだーみたいないやでも一番こういろんな監督こうね一緒に疲れたと思うんですけど、一番指導していただいたのは野村監督ですか。もそんな一番最初に出会ったっていうのは大きいよね、うん、でもその後ってもう、まあ、一応もう日本、ね、もうショートとしてもうレギュラーの選手になったわけじゃないですか、うん、なかなかこうそうやって注意してくださる方って出にくくないですか。まあそうだね、怒られるっていうのはあんまり、まあ多少ミスして指摘されることあっても、そうですよね、うん、お説教みたいな感じっていうのはもうなかったもんね。そうですよね、うん、だからちょっと待ってよね。